ようこそアメージングジャパンへ。パーソナリティのしおりです。今回お届けするテーマはこちら、韓国人、日本の方が良かった。韓国人が嫌いな国ランキングで中国が日本をついに追い抜く。なぜか日本に対してはすぐに感情を爆発させ、あることないことで突っかかってくる韓国。長きにわたり韓国人の嫌いな国第2位だった日本ですが、この度中国にその座を明け渡し、日本は韓国人の嫌いな国第3位になってしまったそうです。それにしてもこのような順位の逆転が起こったのはなぜなのでしょうか。それでは早速行ってみましょう。相変わらず日本に敵対心むき出しの韓国。かつて韓国では国民感情を害する危険性があるとして法令により日本の歌謡曲や映画などを韓国市場から締め出してました。そして驚くべきことに、現在でもなお日本のドラマは地上波での放送が禁止で、韓国のラジオで聴ける日本の歌はわざわざ韓国の歌手が韓国語でカバーした歌でないと放送されないのだとか。韓国は日本の戦略的物資の輸出厳格化による日本製品の不買運動など手を変え品を変え、さまざまな反日キャンペーンを繰り広げており、現在に至るまで日本との関係を積極的に断絶するような振る舞いを続けてきました。しかしここに来て少し風向きが変わってきたようです。2021年3月に韓国のシンクタンクであるアサン研究所が行った調査によると、韓国の人々が嫌いな国ランキングでなんと中国が日本を追い抜いて2位に躍り出ました。ちなみに1位は北朝鮮で、日本は現在韓国人が嫌いな国の第3位なのだとか。さらに周辺国に対する好感度を毎年調査している東アジア研究院によれば、韓国の中国に対する敵対心はここ5年で 16.1% から 40.1% に跳ね上がり、米シンクタンクの調査でも韓国人は日本よりも中国が嫌いという結果が出ました。なぜ韓国の人々は中国をここまで嫌うようになったのか。その発端となったのは2017年、在韓米軍が韓国内の米軍基地に THAAD 高高度ミサイル防衛システムを配備することに伴う中国からの報復がきっかけでした。その中国の報復とは経済的制裁であり、韓国製品の不買運動です。これにより中国は THAAD の配属用地を提供する予定だったロッテのネット通販サイトを閉鎖に追い込み、数多くのロッテ系列の百貨店やスーパーなども閉店を余儀なくされました。さらに中国は自国内の韓国文化の規制にまで乗り出し、中国でも人気のあった韓流ドラマや映画などの放送の中止が広がり、韓国芸能人のメディア露出も制限。また中国は自国民の韓国への渡航制限をして、観光分野での国際交流の減少まで図ったそうです。これに対し韓国の人々も応戦。韓国に建設予定だった韓中複合文化タウンの建設を67万人による建設中止の請願の署名と抗議デモにより中止に追い込みました。やられたらやり返す、さすがの韓国です。実は韓国の人々はこの出来事以前から中国に良い感情を持っていなかったそうです。その原因の一つは中国による韓国の歴史の改ざん。2003年から2007年まで行われた東北皇帝と呼ばれる中国の歴史研究の一環で、中国に都合のいいように韓国の歴史が丸々書き換えられてしまったのです。中国は胡朝鮮、高句麗、渤海などはもともと漢族と朝鮮族が共存していた国家であり、漢族が建てた国であると主張しました。この中国側の主張の狙いは韓国を再び中国の属国にしようとするもので、当然韓国の人々は反発しました。最近ではなんとキムチを中国の伝統料理に編入させようとする動きまで出てきています。
もちろん韓国の人々はソウルフードであるキムチの起源まで奪おうとする中国に口角泡を飛ばして猛抗議。しかし中国共産党の中央政治法律委員会は、全ての起源にいちいちケチをつけてくるのは韓国の文化が乏しく自信が足りない証拠であり、韓国人は被害妄想に陥っていると、これを一蹴しました。また韓国を訪れた中国の外相が韓国経済界のトップの面々をアポなしで昼食に呼びつけ、予定をキャンセルさせてまで集めた挙句、自分は予定時間に遅刻。一国の外交を担う人物が完全に外交儀礼を欠いた横柄な態度を取ったことに韓国の人々は怒りをあらわにしました。しかし肝心の韓国政府からはこのことに対し何の抗議もなかったのだそうです。未だ韓国を属国扱いする中国に韓国の人々は嫌悪感をあらわにしますが、肝心の文大統領はだんまり。国際情勢に目を向けると米中が覇権争いを繰り広げており、文政権は同盟国であるアメリカが主導する動きには参加しようとせず、中国の動きに迎合する意向を示しています。さらに2021年4月には韓国の文大統領と北朝鮮の金総書記は密かに個人的な連絡を交わし、2021年7月に今まで途絶えていた南北の通信ホットラインをついに再開。韓国と北朝鮮の両国が南北問題の解決に向けて本格的に動き出していることが分かりました。このように文政権は韓国人が嫌いな国1位の北朝鮮と2位の中国にすり寄り、国民の意識とはかけ離れた行動を取り続けています。特に中国が THAAD 配備に対する報復をしてきたり、韓国の歴史を大幅に改ざんしても何ら対抗措置を取ることなく、当たり前のように親中路線を貫く文政権に韓国の人々は失望しているそうです。発足当時 80% を誇っていた文大統領の支持率が現在では 40% 以下まで下落しているのも無理はないと言えるでしょう。日本に対しては竹島の領土問題で大騒ぎし、気に食わないことがあるとすぐさま国を挙げて即抗議体制に入る韓国ですが、中国にはどんな仕打ちをされても全く歯向かえず、ボコボコにやられても一切やり返せないようですね。その姿に韓国内では中国よりも日本の方がいいんじゃないかという声も聞こえてきています。実は中国人も韓国のことが嫌いなのだそうです。2017年に韓国外交部主導のもと中国人1000人を対象に行った中国の周辺8カ国の好感度の調査によると、好感度第1位はアメリカで10点満点中 5.84 点でした。次いで日本が 4.49 点、ロシアが 3.77 点、インドが 3.44 点、そして韓国は8国中5位の 3.40 点という結果になりました。この調査は韓国の外交部が対中国の外交の基礎資料とする調査書の作成のために実施したものですが、自国の嫌われぶりに文大統領もがっくりと肩を落としたことでしょう。実際近年ではこの結果を裏付けるように、中国人が嫌いな国ランキングでは韓国が2位に浮上。特に中国の若い世代が韓国人を嫌っているそうです。年齢別の韓国に対する好感度を見てみると、10点満点中最も高いのが50代の 4.33 点、しかし最も低い10代では 2.76 点という結果に。また中国の10代は韓国に対しての信頼度も低く、韓国人を信頼できるかという質問に対しては全く信頼できないが 41.3%、 それほど信頼できないが 34.3% となっており、否定的な回答が 77.4% にも上ったそうです。このような結果に至った理由としては、中国が経済的に成長したことで特に若い世代の人たちに先進国としてのプライドが芽生え、相対的に周辺の国々を下に見るようになったのではという見方がされています。
そして今回の調査の結果に対し、韓国の人々はこのような反応をしました。私たち韓国人の中国に対しての好感度はもっと低い。韓国で同じような調査をしてみたら、中国の好感度はゼロって結果が出るよ。中国人に嫌われたとしても問題ないです。韓国人も中国のことが嫌いやから。このように韓国の人々は中国人に嫌われても平気だという強気の姿勢を見せていますが、実際のところ日本にも中国にも嫌われている韓国には欠ける言葉も見つかりませんね。よかったらコメント欄で皆さんの意見や感想も聞かせてくださいね。最後までご視聴いただきありがとうございました。動画を見て面白かったと思ったら、ぜひ高評価、チャンネル登録もお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。